はい、テクバンは、どうもテクバンはテクノロイドプロデューサーの田中です。よろしくお願いします。さあ早速、公式サポーターズクラブ、テクラブとピーちゃんとはということで、この番組はテクノロイドを愛するすべての人々とコミュニケーションを取っていく公式サポーターズクラブ、テクラブ内限定の配信番組です。ピーちゃんはいわば学校のホームルームのようなところにしていきたいと思います。ここだけの話満載なので、 SNS などでの他言拡散はご容赦くださいということで、85回目のピーちゃんになります。いよいよ85回目まで来ました。そして、今日はですね、ピーちゃんはスタッフ会ということで、イム監督に来ていただく、まだちょっと緊張してるみたいなんで、ちょっとまだお話はちょっとできないようなんですけれども、今日は来ていただいておりますので、この後じっくりとお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今回も音声の一部を YouTube に切り出しを行います。本日のテクノロイドオープニング二重は、写真部トキオさんですね。手作り縫いの方ありがとうございます。エンディング二重の方は何でしょう、月るさんですかね。写真部の方ありがとうございます。ということで、引き続き写真部美術部からは二重を選定していただきますので、よろしく選定していきますので、ぜひ投稿の方よろしくお願いいたします。そして、こちらテクラブのギャラリーの方にはファッションが随時アップされてますということで、今宵ジャズバーにて自由と情熱のカルテットということで、ルーマとアインザッツの画像が上がっていると思いますので、こちらの方もぜひご確認ください。そしてテクラブの11月のラインナップですね、どんとご紹介しておきます。来週は、ノックス、ネオン役のカイトさんと、塩口さんによる歌唱会。11月の8日は塩口さん、田中Pによるホーム会。そして11月15日は関根あゆみさんと私によるスタッフ会、テクマイ、シリーズ構成テクユニの、脚本の方も担当されている関根さんがご担当になります。そして11月22日は月光院暦役アメツチの神楽キツネさんと塩口さんがいらっしゃる。そして翌週は11月29日ズーム交流会がございます。塩口田中のホーム会でございますということですので、11月も末永くテクラブの継続入会をお願いいたします。そして今のうちからズームの方も交流会の方もぜひ参加いただけるとありがたきかなというふうに思いますということでございます。一通りの告知をさせていただきました。今日はなんかまるでちょっと一人のような気分ですが、緊張も解けてきたかなということで、ちょっとイムさんのお声を聞かせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。イム監督、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、声が聞こえました。あ、なんて可愛い監督ってなってます、はい、ワールドガバメントにやられたんじゃないかっていうふうに、ね、書かれておりますが、大丈夫です。大丈夫です。やられてないですか。頑張って生きております。頑張って生きてます。あの業界の私は業界アニメ業界という、ね、荒波のにやられちゃったんじゃないかと思って。もういや大丈夫、商店まで走って登っていきますので全く問題ございません。よろしく生き残りますので、よろしくお願いしますということで、今日ちょっとね、はい、いろいろとお話しさせていただければと思いますが、まあ一応1月から3月ね、改めてテクノロイドオーバーマインドの、放送終了、および納品お疲れ様でございました。ありがとうございました。いいね、お疲れ様でした、ね、本当にお世話になりました。多分ね、テクラブの皆さんは、テクイベにイムさんが出ていただいた以来ですし、まあ、このピーちゃんを、ね、見ていらっしゃる方は、まあ、初登場ということにもなりますので、
まあ、今この約半年ぐらい放送が終わって経って、でも厳密に言うとね、その後も4月5月ぐらいまではいろいろと、ね、パッケージ用のいろいろと修正作業とか、うん、いろいろとね、はい、細々とやっていただいたりとかしてたところもあったので、まあ、約半年ぐらいですかね、半年経ってこのイムガヒ監督、うん、今何思う、まあ、こんな話をちょっと していければなと思いますので、はい、ぜひ。半年も経ったんですね。なんかぶっちゃけ終わった感じが未だにしないっていうか、私今パソコンの横にあの未だにそのテクマイのみんなの対比表って言って、アニメのキャラクターの身長がわかる、はい、あの紙を横に貼ってあるんですよ。貼ってあるっていうか、はい、これ片付けられなくて、私なんかこれがないともう寂しくて。なるほど。なんか、はい、作品終わるといつもは結構ね、設定とかすぐ片付けて次の作品の準備するんですけど、テクマイはなんかそう、今見たらなんかもう、まあ、わかんない、これはあのピーちゃんだから言っていいのか、はい、もう設定作ったの2021年の末とかだったり、そうするので、そう日付が書かれてるんですけど、でもなんかもうね、みんなと別れられないので、ずっと部屋の一部として貼ってあるんですよね、設定が。だから半年経ったっていう感覚全くないし、もうアニメはね、あの終わってても自分結構テクユニ楽しんでるので、あんまり、ありがとうございます、はい、いえいえ、もうめちゃめちゃ楽しんでる、みんなと別れた感じ全くしないですね。いつも一緒だなってやってますね。もしかしてテクユニのシンクロイベントなんかもやってくれちゃったりしてるんですか？はい、もうもちろんです。さっきあげちゃったんですけど、私コバルト君今日来てくれました。わあ、もう今日の今日でありがとうございます。ピーちゃんの日だから、これいけるんじゃないって思ってさっきちょっと引いたらさすがに来てくれたんで、はい、もう嬉しくて X にちょっとあげちゃったんですけど、いやありがとうございます。まさにね、昨日からか、あの、ね、24日からあのシンクロイベントの方がね始まって、早速イム監督もね、あのコバルトを仕入れていただいたということになりますので、まあ、ぜひですね、はい、あのカイトの方も今後出てきますのでよろしくお願いします。そうなんですよ、これシンクロだから2人分用意しないといけないので、そうなんです、結構ね頑張んないといけない。まあ、アニメ作ってた時も、私アニメでもらった監督ギャラ大体テクイニで使ったこれはプラマイゼロだなこうやって循環していくんだな、経済って循環して循環してね、そうありますありますやってるんですね。いやいや、ありがとうございます。まだコバルト出てないとかっていう人もねいますけどね、はい、そうですよね、はい、結構ねこれ来たりするタイミングが難しいんですよね、うん、あの初日にやった方が出る子もいるし、最終日にやった方が出る子もいるので、自分もやっぱり毎回今回はどこ攻めようかなって思いつつ、今日はね田中さんのそのエネルギーをちょっともらって多分来てくれるだろうって思って、忖度がおりましたね。そうそう、はい、ありがとうございます。無事に、はい、あの迎えまして、ね、なんかテクラブもちょこちょことね見ていただいたりしてるみたいで、ありがとうございます。いえいえ、楽しんで楽しませていただいております。そう、今日はねちょっと前半戦はちょっとイムガヒ監督のですね、パーソナルなお話とかですね、まあ、テクノロイドとどうやって出会ったかとかですね、まあ、そんな話ちょっとできればななんていうふうに思いながらも、番組の後半ではですね、あの会員テク民の皆さんからですね、いろいろとあの質問をいただいて、まあ、答えられる限りで、ちょっと時間のある許す限りでちょっと答えられたらななんていうふうにちょっと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いじめないであげてください。でもね、イムガヒ監督はもともと韓国出身で、はい、いつまで韓国にいらっしゃったんですか？ちょうど2000いつだっけな、大学3年ぐらいで1回日本に来て、ああちょっと複雑なんですよ。1回ワーキングホリデーっていうやつで来て、はいはいはい、1年なんか遊びつつちょっと仕事して、うん、一旦戻って卒業してまた来てるので、正式に就職したのは2012年ですね。だからもう10年以上経ってるんですけど、11年ぐらいってことですね。日本にねしっかりと滞在というか住まれてね。はい、いやめちゃめちゃ、もともとそもそも韓国の日本のアニメ事情みたいなのって、はい、どんな感じなんですか？
いや自分が来た後に結構いろいろやっぱ変わってると思うんですけど、最近日本にいても全然韓国の方と仕事することも多いんで、うん、なんか本当変わってきたなって思うんですけど、私が小さい頃はやっぱりもう日本とかアメリカの方がアニメが結構進んでってるっていうか、うん、まあ、作品が、はい、いっぱい作られてたので、基本的にはその日本のアニメーションとかディズニーとか買ってきてに韓国でそれを放送するっていうのがメインだったんですよね、うんうんうん、なんで自分も結構セーラームーン世代なんですよ。セーラームーン見てたり、はい、それで育ったりしたので、だから日本のアニメーションすごい見てたんですよね。まあ小さい頃はやっぱりそれが日本のものだって認識はなかったんですけど。あ、そうなんですね。テレビでやってるんですか。はい、テレビでやってます。テレビもあるし、まあ、当時だとビデオレンタルとかね。あ、ビデオレンタルか、うん、そういうので結構日本のアニメが日本のアニメとも分からずにやってたってことですね、うん、吹き替えで大体やってるんで普通に見てて、で日本来てから、あ、これも、え、これもみたいな感じで、あ、全部日本のなんだみたいな感じになりましたね。それは、じゃあ日本に来てからこれが日本のアニメだとか分かって、そっから日本語とかも覚え出すんですか。日本に来る前から、まあ、アニメ大好きで日本にちょっと行ってみたいなとかあって、まあ、大人になってから見てるアニメはね、やっぱり日本のって分かってるので、そういうのを、まあ、見ながら勉強して、でこっちに来て見返してみると、あ、小さい頃見てたこれ全部この会社で作ってたんだとかは結構あったんですけど、まあ、あれなんですよ、英語が難しすぎて日本語に逃げたけかなんか日本語勉強してたら、日本語ってめちゃめちゃ難しいでしょいやー難しいです。漢字とか日本語を勉強し始めた人はみんなあるあるだと思うんですけど、うん、なぜひらがな全部覚えた後にカタカナもう一回覚えないといけないのかとか確かに謎すぎるんです、本当に日本語は。確かにそうっすよね。いや本当に、じゃ僕がインド映画が好きでね、RRR とか見て、これめちゃめちゃ面白いからインドの映画会社に就職しようってなかなかなんないもんね。飛び込み力ってちょっとすごいね。我々日本に住んでるから当たり前のようにね、イン監督普通にいる現実にいるけど、逆考えたらとんでもないことをこうね、行動力だなと思うんですけどね。今考えると20代だから多分できたんじゃないかなって思うんですよね。なんか楽しさにもう走っていこうみたいな感じで、思い切りで。そうっすね。そっか、それでサンライズさんの方で制作とか演出を得たってことですよね。経験されたってこと。そうですね。そうですね。サンライズ入社して最初撮影とかの部署に行って、その後演出目指したいなってなって、うん、制作を経て演出になったっていう流れですね。うん、嫌にならなかったですか。これめちゃめちゃ作る方大変じゃんってならなかったですか。いや、それが自分もちょっとびっくりしたのが、最初はアニメの仕事しようと思ってなかったんですよ、うんうん、アニメはやっぱり趣味として楽しむものであって、うんうん、仕事は普通のデザインとか、まあ、美大出てるのでそっち系にしようと思ったんですけど、うん、ちょっと携わってみたら、いや、これ私見るより作る方が好きかもって気づいてしまって、たんですよね、うんうんうん、だから見てて、私だったらこのカットもちょっとこうしたいのになとか、ここのカット割りもちょっとこうした、忘れられない、もう原点じゃないですかね、やっぱり初監督、まあオリジナルもので監督やりたいなってずっと思ってて、それをまさか初監督作品でできるとは思ってなかったし、うんうん、初めてのことばっかりだったので、本当に結構ぐさっとこう自分の人生の中では重く刺さってると思いますね、うんうん、まだね、これから多分仕事していく期間の方が長いとは思うんですけど、絶対忘れられないし、なんか定期的にこう見返していろいろ思い出したいなって思いますし、そうですよね、今でも結構家で仕事したり、たまに見たいなって思う時はやっぱりね、ブルーレイとか全部持ってますから、それで見返したりしてて、まあそうですね、うん、忘れられない、いつでも戻ってくれるシェアハウスみたいな感じですね。ああ、いいですね。そうですよね、うん、いや、なんかもう皆さんがテクミンになってよかったとか、うん、正直最初の表情硬いって思ってましたとか、ね、そうなんですよ。これ演出下手だなって思われたらどうしようと思ってたんですよね。わざとやってますからってことを ね今日言えるから、うん、ね、ラブノックスハートのみんなの生き生きとした顔とダンス号泣でしたとか、
ね、結構いろいろとありましたよね。なるほど、なるほど。ちなみに今後あのテクノロイドは、まあ、当然このユニゾンハートのゲームも続いていきますし、あとはあの、まあ、当然1月になればあの2周年もあって、ね、あのまあ、今ちょっとなんかこういろいろとなんかみんなが気になるようなものも映ったりとか、ね、ずっと気になってあの、まあ、それはちょっと置いとくんですけど2周年とかもあったりとか、はい、まあ、今後もいろいろとねあの展開があったりするんですけれども、なんかイムさん的にテクノロイド今後こういうのあったらいいんじゃないみたいなあの、うん、ご要望みたいなのってありますかね。もういっぱいありますけどまあ2つに絞ろうかな。じゃあ、うん、やっぱり私的にはアニメっていうあのメディアでみんな描きたいなってところが、まあ、自分の得意分野だと思うので、少しでもなんかそういう機会があれば、今アニメでちょっとねあの動かせられなかった他のメンバーもいっぱいいますから、本当に、はい、ユニテクユニの方にねいっぱいいますから、その子たちとも楽しくやっていきたいなって思うのもありますし、うんうん、あとはもうライブが見たい、田中さん頑張ってください、ね、ライブ見たいですよね。見たいです。ライブやっぱ楽しいので、本当に楽しかったし好きだったし、手首の皆さんとやっぱり盛り上がるのがすごい嬉しかったのでライブ見たいなって思ってますね。イベントの方はちょっと我がフルスエイベックスさんの方にちょっとご相談をさせていただきつつ、うん、あの僕らは僕らで、ね、はい、今テクラブとしてまたあのイベントなんかをやろうと思っていて、うん、でそこでまた皆さんと会える機会とか、はい、ちょっと作っていこうということで、うん、まあ、具体的にも話を、ね、進めているところだったりもするので、なんかね、そういうみんなで会って盛り上がるきっかけみたいなものはちょっとまた作りたいと思っているので、まあ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。と、はい、お願いします。あの、まあ、確かにねアニメも今終わってない、お休みに入っている感じですって言ってたのはね、まあ、ってことはもうすぐにこう、ね、再開ができる心構えというふうに分かりました。もういつでも私はもう最善で、ままあ、の開けておきますからいつでも読んでください。ありがとうございます、ね、ぜひよろしくお願いします。絶対やります、誰にも渡します、私がやりますから。そうですよね、ありがとうございますということでね、前半は一応ここまでということになりまして、ここからはあの会員限定の時間ということになりますので、まあ、前半もねすごくあのいろんなイムさんのこうテクノロイドの母としてのあの温かい愛情あるお言葉いっぱい聞けたと思うんですけれども、後半はあのまたあのチャット欄などにあの質問なんかもいただきながらいろいろとお話ししていければなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦ここで前半が終わります。こういうやつです。全デザイン中に、やるって慣れてなかったと。そうですね、グループで歌うっていうこと自体が初めて。最初はグー、あ、じゃんけん、おい。そんな感じがありますね。ダメだよ。